この中に連覇を狙った勝見陽介の名前がありません。今日2回戦で敗れました。その映像です。勝見は初戦は順当に勝ち上がったんですが、2回戦で石川の譲渡に敗れました。この出花子映画さん、史上3人目の連覇を狙った勝見敗れましたね。はい、譲渡選手非常に前半からいい試合をしてました。残念ですね。勝見選手、準々決勝第1試合、福井の林田、佐賀の笹川、今始まりました。小手いきなり決めた。試合が始まって4秒5秒といったところか、いきなり取りました。福井の林田、福井県立武道館に勤める23歳、剣道4段。対戦相手は佐賀の笹川、こちらは練習6段、34歳のベテランです。試合時間はこの準々決勝から10分、3本勝負、2本取った方が勝ちということになりますので、笹川にはまだ十分に時間があります。追いついた場合延長戦に入ります。延長は時間無制限の一本勝負です。赤の福井の林田が素晴らしい立ち上がりを見せました。どうでしょう、笹川も経験豊富な選手ですけれども、少なからず動揺する部分もあるでしょうか、このような立ち上がりは。はい、積極的に技を出そうとしたところですね、はい、林田選手も気力十分ですね、1回戦から、はい、この開始早々も見事なことでしたね。初出場の林田、まあ、学生時代に全日本学生剣道選手権優勝、日本一になりました。長崎の島原高校から筑波大学と進んで、現在福井県立武道館に勤める23歳です。今年の全国教職員大会、まあ、福井の教員として、まあ、採用されている林田でも優勝しています。福井国体に向けて強化を進めようということで、今教鞭を取るのではなく武道館勤務となっています。ですから稽古十分。そうですね、今年1年にさらに実力を向上させていますね、はい、この積極的な技出し、先ほど素晴らしい出花子手でしたが、伸びる面も武器にしている林田です。太田さん、はい、試合の前に林田選手なんですけれども、僕は小手が得意なんですが今日は面が調子いいですねというふうに話していました、はい、今日は全員自分より格上だと思っているので、持てる力を出し切れればというふうに話していました。初戦は福岡の村方、そして2回戦では静岡の山名、さらに京都の坂口を破っていずれも面で仕留めてきました。この準々決勝ではその得意の小手が出ました。試合が始まって間もなく3分になろうとしています。笹川の面、笹川にとってはまだ時間は十分にあるんですよね。そうですね、焦る必要はない、ありませんね、はい、2年ぶり6回目の出場の笹川、佐賀県警、その2年前の出場の時にやはり準々決勝に進みました。去年出場できなかった悔しさ、今大会にかけてきました。初戦高知の西村、そして2回戦では埼玉の島田、さらに3回戦では今日勝見を破りました石川の譲渡を退けてこの準々決勝面に行っているのは林田です。何かこう一つ一つの技、林田何か大きいと言いますかね。はい、面技も小手技もですね、はい、体勢を崩すことなくですね、大きく大胆に攻めてますね。林田日本勝ち、準決勝進出。笹川のもろ手突きを十分に抜いて見事な面でした。構えが崩れていませんので、はい、相手の打突をすぐさまさばいてですね、はい、引き面に仕留めましたね。笹川の突きは何かこう突破口を開こうという意図があったのでしょうか。これ画面の右が林田、これ最初の試合開始直後の出花子手、相手が面に来たところを仕留めました。そしてこの画面では林田右になりますが、突きを余して、はい、もう十分、見切ってますね、はい、
林田恭平日本勝ちで、準決勝進出。引き続きまして福井県勢で見てもこの準決勝以上に進むのは初めてと。白東京都練習7段内村良一選手の試合が行われます。さあそしてこの中にひときわ大きな拍手がこの武道館に降り注ぎました。優勝3回東京警視庁ベテラン内村良一、九州学院の恩師の米田敏郎先生も今日は駆けつけています。大阪の初出場前田との対戦。赤が前田24歳、年齢差13歳。今日は内村が映画さん非常にいい内容で勝ち上がっているのではないでしょうか。はい、気持ちは充実してます。小手、面、胴、非常に多彩に技が出てますね。今日の内村、過去優勝3回ありましたが、去年は東京の予選で敗れて出場を逃しました。全日本に限ってみても素晴らしい実績を持つ内村ですが、このところ3回戦2回戦と敗れて去年は出られなかったというところで本人も相当な悔しさがあった。面2球、内村、前田も小手を行きましたがこれは不十分となります。剣道の1本、姿勢とそれから充実した気合と、しっかり強く当たれているか、さらには最後に打った後まだ打つぞという構えを見せて初めて一本になります。これを3人の審判が見極めます。旗が2本以上上がりますと1本となります。小手前だ、わずかに小手の部分から肘のあたりだったでしょうか。岡山の岡田、大阪の大石、そして愛知の中村を退けてきた今日の内村、いろいろな技が出ています。一方実はこの大阪の前田もですね、全日本は初出場なんですが非常に力のある選手なんですよね。はい、あの若手の中では特に期待をされている選手ですね。はい、初出場を果たした24歳、兵庫県の出身、帝京第五高校から鹿屋体育大学と進んで大阪府警。今あの打ち合う前に前田の動きに内村が手元を上げましたね。そうですね、あそこで下がらずに、はい、あの攻め返すことができるのが前田選手のいいところですね。攻めも相当強いものが前田にはあるんですね。はい、沖縄の上段仲間には初戦かなり時間がかかりましたが、小手、内村一本なりません。どうだったでしょうか今の。あのそれほどですね、前田選手は手元をですね上げなかったのが、まあ、拳の方だったのかもしれませんね。はい、及びませんでしたが一つ惜しい小手が出ました内村。まもなく手元の時計で試合時間が3分30秒、10分3本勝負、まだ両者に1本はありません。大阪の前田は初戦沖縄仲間を破った後は、2回戦以降こうぐっとこう内容が良くなったようなそんな印象があるんですよね。そうですね、栃木の市川、そして去年ベスト4に入った国士舘大学の宮本を破りました。得意は前田は飛び込み面ですね。はい、そうですね、あの攻めてきたところを攻め返して、はい、または自分から攻めて溜めてですね、はい、迫力のある飛び込み面が得意技ですね。小手、内村一本には不十分でした。ここまでをご覧になってですね、まもなく試合時間半分の5分に近づいていますが、映画さんの印象はどうですか。はい、
内村選手今日本当に調子がいいんですけども、はい、前田選手ですね、その内村選手の得意技ですね、どうにく、はい、動じてないですね、五分と五分ですね。そうですか。その動じていないというのは内村の小手に対してこう手元をほとんど上げていないという部分でしょうか。それと下がらないということですね。あ、面、互いの面は前田だ。面あり。前田一本選手、手元の時計で5分、さあ残り時間5分。あそこ乗り切れる前田選手は素晴らしいですね。あの面が得意ですけれども、今あの竹刀をこう振るようにしてですね、はい、軌道を変えて今打ちましたよね。裏ですね。裏ですか。相手の右面の方を打ってますね、はい、いや瞬間的に手首を返して驚きました。残り時間手元で5分です。さあ内村がどうやって返していくかですね。まあ時間がありますのでまた、はい、焦らずにですね攻めていきたいところですけども、なかなか小手返し面前田、あの小手をですね封じ込められているところがありますので、やはり突きと面、これを何本かですね出さなければいけないのかなと思いますね。ただ今面に行ったところで乗られましたよね、逆に。はい、面にいった内村、そうですね、深いか。ああいう技やっぱり出さなきゃなんですね。今のは竹刀の先端のいわゆる中指という結び目から先で打たなければいけないんですが、はい、少しこう根元の方に当たった。そうですね、ちょっと深くなりましたね。あ、また面に行きました。これでいいんですか。これも突破口の一つになると思いますね。今も手首をこう返しながら面を脅かしている前田。手元の時計で残り時間が3分ほど。面前だ、入り花を、おっと浅かったか。機会は良かったと思いますけれども、いや素晴らしいですね。一本取っても逃げてません。もう一本取る気配をですね、はい、感じてますね。内村が距離を詰めて、小手、内村小手返し面ですが、いや小手だ、小手ある。内村が小手を決め切った。追いつきました、一本一本。残り時間が2分30秒余り。小手、内村逆転勝ち、準決勝進出。勝負、執念の小手か。赤、大阪府前田選手。そうですね、もう本当にもう自分の得意技、これを連続して出しましたね。どうですか、その前の面がある程度効いていたんでしょうか。やはりそうなると思いますね、はい、やはりあの面に意識をさせて、そこは手元の浮く原因になったと思いますね。いやー、若手前田を退けた内村、これがまず一つ目の小手。やや肘寄りだったかもしれませんが相手を浮かせました。そしてこれ2本目、自分から攻め入って、失礼、これ1本目ですね。1本目の小手、これもなるほど、前田選手も返しにいってるんですけれども、この決めのうまさ、続きまして素晴らしいですね。4回戦第3試合に入ります。内村良一、準決勝進出、福井の林田と戦うことになりました。内村久々に準決勝に戻ってきました。対しまして白連士6段山本貴弘選手の試合でございます。さあ優勝経験者という意味ではこの熊本の西村も注目です。一昨年の優勝者、去年ベスト8で敗れました。対戦相手は広島の山本連士6段。はじめ、山本の、ああ小手にいった西村。この西村も小手を得意にしています。初戦は茨城の海老原、
2回戦長野の志村、そして3回戦では千葉の山本を破ってきた赤の西村、動きに今日はキレがありますよね。もう体のキレとですね、はい、技の差ありますね。太田さん、はい、西村選手ですけれども、この試合の前に話を伺ったところ、1回戦以外は広い視野で周りがよく見えているというふうに話していました。はい、まあ、やはり初戦は硬くなる部分も少なからずあるのかなと想像しますが、内容がいいだけに2年ぶりの優勝がこう期待されるのではないかと思うんですよね。十分可能性はあると思いますね。一方広島の山本ですが、こちら、3年連続3回目の出場で、過去2回は全日本選手権初戦敗退だったんですが、今日は積極的にこう技を出して勝ち上がってきました。奈良の山田、さらに東京警視庁、北海道警の後ろ木、さらに去年準々決勝進出埼玉の若手足立を退けてきました。小手に行きます。山本の印象は江野さんどうですか。はい、今日の戦いぶりはですね、打つべき機会にしっかり打ち切る、で危険区域、危険な間合いのところをしっかりさばく、面西村、こういった間合いの攻防がはっきりして、はい、非常に戦いが、まあ、スムーズに進んでいると思いますね。そうですか、まあいい、相手との距離感がいいんでしょうか。そうですね、ただ今回西村選手その間合いの攻撃入りが早いですから、はい、どういう戦いになるのか興味深いものですね。今お話を伺っている間に西村に惜しい面がありましたね。やはり西村選手の得意技の下からの小手、あれを警戒してしなやを下げると、はい、まっすぐに伸びる面がきますので、はい、非常に今度は小手、まあ、西村選手の攻撃をですね、しのぐのも大変だと思いますね。山本選手ですけれども、はい、試合の前に西村選手は小手があるので、あとは足を使ってしっかり粘っていきたいというふうにも話していました。全日本に2年続けて出て、しかしいずれも初戦敗退ということで、映画さん、山本はですね、足を使った稽古をこの1年間取り組んできたとこう言っていました。はい、足が止まってしまうと居つくという言葉が結構あるんですけど、はい、はい、まあ、そういったところを反省をですね、バレにして、まあ、この1年間取り組んだのかなというふうに思いますね。福岡工大城東高校から大阪体育大学と進んで広島県警に入ったんですが、このところ警察の剣道の中では大阪府警が強くてですね、はい、そうですね、大阪府警が非常にその足を使ったトレーニングを取り入れていると。面2球、それを内容を参考にして山本はこの1年間取り組んだと言っていました。そのあたりは試合内容からも感じられますか。そうですね、去年おととしの戦いよりも、はい、間合いの駆け引き、足を使ってさばいているというのは印象的ですね。小手、西村面に行ったところを捉えました。いや、山本が今積極的に出たところですけども、はい、赤、まあ、待ってましたというか引き出されたような形になりましたね、結果的には。なるほど、引き出された。小手、西村連取しました。西村準決勝進出。続いて山本の攻撃をさせませんでしたね。まあ、先ほどの内村選手もそうですが、西村選手も取ってから畳みかける、そういった気迫と憲風ですね。はい、あ、なるほど、続けてこう攻めていくというところですね。はい、これが1本目の出花後手、映画さん今引き出してその出後手を決めたという解説をいただきました。そしてこれがその直後の2本目、下からの後手、これも西村の持ち味です。内村、西村と勝ち上がりました。引き続き4回戦優勝経験者の2人が準決勝に上がりました。ご静粛にお願いをいたします。西村も熊本九州学院から筑波大学ですから、内村と同じ、九州学院の出身、先ほど米田監督の姿が一瞬映りましたが、九州学院勢が上がってきて、この後登場する真田、金谷体育大学の学生ですが、真田も九州学院の出身、はい、まあ、3名出場し3名が勝ち上がってますね、はい、鳥取の真田3年連続3回目の出場、
初めての準々決勝進出、そして対戦相手は東京警視庁の畠中康介、過去3位入賞が1回あります。実力者、はじめ。赤が真田、白畠中。その後真田も反応。赤の真田、神奈川の松本、それから和歌山の笠原、さらに宮崎の坂田と実力者を次々と破ってきた若手、大学4年生です。一方東京警視庁の畠中は初戦は滋賀の実業団カス、そして岐阜の野田、さらに千葉の佐藤を破ってここまで勝ち上がってきました。初優勝を狙っています。長身の真田がこう少し低く構えるような独特の構えをしています。真田が構えからこう崩そうとするんですが、畠中がこう動じない、そんな今駆け引きも見えましたね。そうですね、構えを崩さないで、はい、そしてあまりにも入ってくると間合いをですねさばいてですね、はい、その後の打突がありますので、そういうところの駆け引きがですね、はい、続いてますね。真田がこうやって仕掛けようとするんですが、逆に今度は畠中が攻め返している。面に行く畠中がそれを返しに行きます。江川さん、このところ剣道の全日本選手権は学生がですね、はい、上位に上がってくる大会が続いていてですね、はい、3年前竹野内選手の優勝がありました。そしてそれからは梅ヶ谷、去年の宮本と準決勝に進みました。今年はこの真田なんでしょうかね。はい、まあ、若返りが、まあ、図られているのかなというところも感じるんですが、はい、まあ、実際にですね、まあ、本当に力がありますので、ただの勢いだけでなく実力で上がってきているという感じは受けますね。真田自身はやはりその学生勢の活躍は刺激になっていて、特に去年3位に入った宮本は同学年で、少年時代から対戦を何度もしてきたということで、自分も狙えるんだという気持ちで今年はいますと言っていましたが、ここまで初めて準々決勝まで上がりました。試合時間始まって3分半、面、畠中です。畠中の方もこの全日本にかける思いは非常に強いんではないでしょうか。過去何度も優勝候補と言われてきましたよね。はい、手に届く位置にはいると思うんですが、なかなかですねこのタイトルを手にすることができず、今年こそはと強く思っていると思いますね。いわば若手と実力者の対戦、この2人は来年韓国で行われる世界選手権に向けた日本代表候補の合宿があるんですが、そこにも共に呼ばれていますので、手の内はかなり分かっている部分もあるかと思いますけどもね。はい、十分手の内は知り尽くしていると思います。はい、真田選手ですが、試合前に畠中選手は試合がうまくて距離の取り方が非常に上手なので、はい、距離を詰めて自分の間合いで試合がしたいというふうに話してました。今の話、江川さんどう聞きますか。そうですね、その前の駆け引き、畠中選手先ほども何回かですね、はい、打ってきたところさばきながら引きながらの技を出してますね、はい、だからそこの部分のもう少し入りたいところだと考えていると思いますね。
竹中、今年は何としても優勝したい、内容にはこだわらない、勝ちに執着したいと試合前には言っていました。残り5分になりました。手元の時計です。まだ両者に1本はありません。面伸びていく真田、やめがかりました。場外際、場外に出ると反則になってしまいますが、その前に今主審が止めました。今思い切って真田が行きましたね。しかしこれそうですね、真田選手の飛び込む面、本当にスピードと勢いがありますね。今度は畠中、さあ試合時間も半分が過ぎて、映画さん互いにこう少し探り合っているような感じにも見えたんですが、はい、この後どのあたりが一つポイントになってくるでしょう。やはり今の飛び込み面で突き、そしてちょっとですね、膠着状態が続いた時の引き技というのもですね、勝機を目指すポイントになってくるのかなというふうに思いますね、はい、このつばぜり合いの状態から下がりながら打つ技を引き技と言いますが、映画さんこれどちらもありますよね。引き技どちらもありますね、うん、ただなかなかそこは手の内を知り尽くしていますので決めさせませんが、うん、はい、時間が経つにつれてですね、ふとしたその瞬間がありますので、あ、気を抜けないところですね、はい、手元の時計残り4分、10分の試合時間ですが、徐々に時間が進んでいくと、映画さん一本勝負のような感じになってきますね。基本的にはもう一本勝負のつもりで初めから戦っていると思います。あ、そうですか、はい、で取った時点でですね、もう一本取りに行く、うん、取られたらまた時間があるからという、意識が変わってくると思います。初めからはやはり一本勝負のつもりでですね、戦っていると思いますね。そうですか、一本勝負をこう積み上げるようなそんな感じなんでしょうかね。そうですね、中の方から少し入るような動きがあって真田が反応しました。残り3分、ただ時間がなくなってきますから、これ1本先に取るとかなり有利な状況に、試合時間今10分で残り3分なってはきます。どうですかね、これ互いに1本なければ時間無制限の延長戦に入るんですが、これも1本勝負で、これ残り時間あまり無理をしないで延長戦でもという気持ちになってくるんでしょうか。全く時間のことはですね、はい、気にしてないと思います。小手叩けなかった、これも場外際、やめがかかりました。一つ一つの試合のその瞬間に意識を集中してますので、はい、うん、あまり時間あと1分あるからどうやって攻めようということは考えて戦ってはいないと思います、ね、そうですか、はい、始め、互いにこう竹刀を構え合って探るような展開がここまで続いてきました。残り時間が間もなく1分、思い切った真田の動き、序盤は真田の方がこう構え合ったところから崩そうというふうに見えたんですが、はい、ここ後半になってから畠中からこう前に入っていこうという距離に入っていこうという動きもありますね。はい、まあ、お互いに探り合ってですね、うん、あまり一方的に技を出されるとですね、はい、展開も悪くなりますので、まあ、この駆け引きが面白いですね。さあ残り時間が1分、小手畠中鋭くいきましたが捉えきれませんでした。
もなく試合時間の10分になろうとしています。小手に面打返していく畠中、技としては良かったかと思いますが、はい、非常にあそこよく出ましたね。小手のところ表からしのぎを使って、はい、面ですね、畠中返しましたよね、はい、あ、ここで試合時間10分終了。浅かったんでしょうかね、しっかりと、あ、V を捉えて捉えきれなかった、はい、そうですか、すいませんね。さあ時間無制限一本勝負の延長戦です。赤が真田、白が畠中。距離を詰めて緊張感がこちらにも伝わってくるような、はい、ここまでの展開です。真田に一本思い切った小手から面に飛び込んでいく動きがあったのと、畠中が詰めていく、畠中に時間終了間際に惜しい小手返し面がありました。袴に挟まってやめがかかりました。どうでしょうかね、ここまでの展開、大きなそういったこう技にが見えたのはその2回ぐらいだったかと思うんですけれども、はい、本当に突破口を今探しているところですね。探している、よっしゃ、おいで。鳥取のこれ真田が言っていたんですが、その日本代表の合宿に呼ばれるようになって、もともと打たれないように打つのが得意だったんですが、それでは勝てないということで攻撃力を磨いてきましたと言っていました。そのあたりがこれ問われますかね。やはり今全日本の強化は、はい、攻撃は最大の防御ということで、はい、攻撃力を重視してますので、うん、やはり、攻撃する剣道にですね、意識が全員がですね、はい、変わってきてますね、うん、最初は勇気がいったんだけれども、打ち切る自分の怖さを捨てて、攻め切る、そういう剣道に変えて結果がついてきましたと右の真田は言っていました。思い切っていきます。ただ畠中という選手が、あの先ほど一つ小手返し面があったんですが、相手の技に反応するうまさといいますかね、はい、これがあるんですよね。仕掛け技だけではなく、はい、その余して引き技、出頭の技とですね、小手返し面とか、そういう技も多彩にありますので、うん、ですから真田もなかなか思い切っていきにくい部分も、そういうことになりますね、はい、和歌山東高校から国士舘大学、もう少年時代から畠中康介という名前は全国に響き渡っていました。去年優勝した克実が同学年で、嬉しかったけれどもやはり悔しさがあったと畠中は言っています。メンサナだ、思い切っていった、わずかに浅かったか、捉えきれませんでしたね。そうですね、畠中選手しないで、しっかり、なるほど、受けてました、受けてますね。あ、ここで真田の竹刀です。あ、畠中ですかね、竹刀割れたんでしょうかね。あ、なるほど、その破片、いや、ちょっと何が落ちたかちょっとちょっと分かりませんでした、はい、そうですね、試合上に何か落ちたんですね。延長に入って3分が経過ですから、トータルで13分両者は剣を交えています。真田が一つ、あの思い切った面を出しましたよね。これがまた次の技につながっていくんだと思いますけども、はい、真田選手 の得意技はやっぱりあの面ですので、ね、小手から面へ畠中、はい、得意技を出すということが自分の展開に持ち込んでいくことにつながりますので、はい、打開策にはなっていくのかなというふうに思いますが、うん、まあ、畠中選手も今もですね、自分に展開に持っていこうと技を出してますので、うん、ゴブゴブですね。そうですね、返しのうまい突きに行った、自分から仕掛ける技を今連続技と今の突きと
はい、畠中も出すようになってきました。市内を構え合った状態からの距離感を互いに探っているんですが、延長に入って5分経過、15分間両者が戦っています。竹中が入って相手の左胴を狙っていきました。して面の真田、旗は上がりません。どちらもいい機会を捉えていったかと思いました。打つべき機会、出るところ、はい、そして受け止めたところ、はい、非常に、まあ、どちらも集中力も切れずに、ね、そうですね、しっかりと2人いい機会に技を出してます。畠中出花を捉えました。準決勝進出。長い試合制したのは畠中。延長に入って6分余りですから、16分余り両者戦いました。一瞬のチャンス、江川さん、畠中が捉えました。いや、今の捉えたのをその前にですね、やめがかかってそういう膠着した状態の時に一回仕切り直しで回線に戻る、はい、その瞬間の初立ちというものは非常に決まりやすい場面でもあるんですね。ああ、そうですか。そこをですね、思い切って畠中選手がですね、はい、出花目思い切っていきましたね。いきましたね。ここは畠中が若手真田を退けてベスト4準決勝進出。2回目の準決勝進出を畠中、3回目の、準決勝進出を畠中は決めました。平成22年と26年に続いて3回目の準決勝です。さあ、これで日本一を狙う選手4人に絞り込まれました。若手林田、ベテランの内村と熊本の西村はいずれも優勝経験、林田畠中は初優勝を目指します。ではこの中から内村の先ほどの準々決勝前田を破った、試合を振り返ります。まず前田がこう面に乗っていって先制しました。その後内村がどうやって返すかという試合だったんですけれども、映画さん、面を取ったのが、まあ、5分になるかどうかというところで、その後内村7分20秒でこの小手を決めました。焦らずにですね、やっぱり自分の間合いと自分の攻め口、はい、まあ、得意技の小手を打ちましたね。そしてその直後にまた得意の小手、最後はやはりこの内村の小手がですね、前田を上回ったという試合になりましたよね。さあ、いよいよ準決勝にこれから選手たちが臨むわけですが、映画さん、はい、このところ若手の躍進著しい剣道界ですが、今年は内村がベテランが存在感を示していますね。
そうですね、うん、気は吐いてますね。そうですね。そして今熊本の西村も映っていますが、優勝経験がある2人が再び王座に返り咲くのか、林田、畠中が初優勝を果たすのかという今年の全日本選手権です。解説は今大会の優勝経験をお持ちです北海道警教士8段の映画直樹さんです。さあ映画さん、ここまで上がってきてどうでしょう、どの選手が有利不利というのはありますかね。それは全くないですね、うん、西村選手、内村選手、まあ、畠中選手実力差ですし、はい、もう林田選手も本当に今年1年間勢いがありますので、まあ、教職員大会も受賞してますので、はい、誰が優勝してもですねおかしくないですね。そうですか、非常に楽しみにしたい残り4、準決勝2試合ということになりました。福井の初出場の林田、東京警視庁優勝4回を目指す内村、まあ、過去今大会宮崎雅弘さんが優勝6回という素晴らしい成績がありますが、それに続いて今内村は千葉雅史さんと西川清則さんと並んで優勝3回なんですが、4回目なるかというここまで来ました。そして熊本の西村は2年ぶりの優勝を狙っていますし、東京警視庁の畠中は悲願のこの日本一、過去3位2回 初優勝を目指しています。さて、今年の全日本、来年には剣道界では世界選手権を迎えます。まあ、剣道も国際化が進んでいて、現在57の国と地域が国際剣道連盟に加盟しています。3年に一度世界選手権が開かれていまして、1970年から、来年は韓国のインチョンで開かれることがすでに決まっているわけなんですけれども、映画さんもですね、世界選手権では大活躍されましたよね。はい、ありがとうございます。個人優勝も果たされてますし、団体優勝にも大きく貢献されました。まあ、4回世界選手権に出場されていますが、やはり印象深いのはイギリスグラスゴーの、はい、初めて決勝戦韓国相手に代表戦になって、そうですね、映画さんが片手突きを決めたというですね、この右が当時の映画さんですが、いやー、今見てもゾクゾクしますが、映画さん、これ世界選手権での経験というのも映画さんの剣道人生にとっては非常に大きいものがあったのではないかとこう想像するんですが、どうですか。はい、この全日本選手権は小さい頃からの夢、はい、世界大会をですね、まあ、日本を代表して自覚と責任、そして覚悟を持ってですね、うん、プレッシャーの中で戦う大会でありますので、はい、自分の中では大きな成長を遂げた世界大会でしたね。そうですか。まあ、来年日本代表がどんな選手になっていくのかというのは、まあ、来年6月に決まるというふうに聞いていますけれども、その世界選手権に向けて前年に行われている全日本ということで、日本代表の男子監督石田俊也さんにお話を聞いていますので、ここでご覧いただきましょう。今度の大会の場所が、まあ、韓国だという部分ですよね。はい、そうですね、うん、私らもちょうど7回大会の時に経験しましたけども、まあ、もう本当9対1ぐらいの割合で非常にやっぱりこう応援なんかもですね韓国にですねあってですね、その中やっぱ戦い抜くっていうことはですね非常に大変だということも選手には伝えてますので、まあ、それをしっかりとですね下準備をしてですね、まあ、やってもらうということなんで、まあ、今回の全日本選手権でですね上がってですね自分のこう実力が発揮できないというふうな中では、やっぱりなかなか来年の世界大会に出てですね大声援の中ですね、自分自身の力が発揮できるということは難しいんじゃないかなと、団体戦が最も大切だというふうに考えてますので、団体戦っていうのは全大会もですねやっぱりこう力があっても引き分けられるっていう場面が出てきますので、とにかく攻撃力重視ということで、5分で1本取れる選手、5分で1本取りなさいということをもう口が酸っぱくなるほど今強化の方では言っておりますという話で、こちらは今日連覇を狙った勝見、2回戦で敗れましたが、世界選手権はご覧のように日本が常に優勝しているんですが、一度韓国が優勝したということもあって、映画さん、その韓国で試合が行われますので、日本代表には攻撃力の高い選手
石田監督は求めたいんだと言っていましたね。まあ、その通りですね。やはりその時間内で先行していく、はい、その攻撃力のある剣道がですね、今日本のチームには求められています。これ最前列に座っているのは韓国の代表候補の選手たちと聞いています。あ、一番右にいるのはイ・ガンホ選手ですね。まあ、今回出てくるのかどうかは分かりませんけれども、まあ、韓国勢もこうして日本勢の力を確認しに来ているわけですよね。そうですね。しっかりと日本の剣道を研究、はい、視察に来ているということですね。映画さんと同時代を戦ったパク・サンソブさん、の姿も今ありました。さあ、その中でですから、まあ、この全日本選手権がその代表決定に向けての選考とかそういうことではないんですけれども、はい、ここで勝つことは一つ大きなアピールにはなるんじゃないかと思うんですよね。そうですね。大きな、まあ、選手選考の要素にはなると思いますね。お伝えしている、まあ、第17回世界剣道選手権は韓国インチョンで来年9月に行われることになっています。そういう意味では映画さん、このベスト4の4人はですね、はい、内村以外の3人は今代表候補で合宿に呼ばれている選手たちですね。そうですね。林田、はい、西村、そして畠中。東京都選手7段内村良一選手の試合が行われます。まあ、準決勝ということもあるんですが、やはり内村選手が登場すると過去実績を残してきているだけに大きな拍手が沸き起こります。準決勝です。第1試合は画面の左が福井の林田、画面の右が東京決勝の内村。年齢差が実に14歳という一回り以上違う両者の対戦になりました。まあ、この世代を超えてですね、はい、技で競い合って、まあ、自分の心身を高めていくのが一番剣道のいいところでありますので、年齢は違っても本当にがっぷり四つに戦えると思いますね、二人ともですね。このところ学生勢の活躍があったとお伝えしてきて、今年は準決勝以降には残りませんでしたが、林田が一番若い23歳、はい、小手、この小手が林田得意、そして今日は面も調子がいい。内村は出てよし、引いてよし、返してよし。だけの差ですから対戦などはこれまでなかったのではないかと想像するんですが、まあ、お互いにやったという話も聞いたことはありませんね。そうですか、はい、面、林田捉えていません。面布団のあたりに今立ったでしょうか。このタレの部分ですね。そうですね、林田選手はあの面をですね、はい、決め技として使わないといけないなというふうには思いますね。ああ、決め技として使う、はい、内村選手、まあ、先ほど前田選手との試合の時も中間からの面を取られたんですけども、はい、あとですね、取るところがないというか、まあ、攻め口がですね、なかなか内村選手に見つけづらいですね。ああ、ですからあそこの入り際とか、はい、そういったちょっとした遠間からですね、はい、思い切った面というのがね、有効になると思いますね。逆に内村が面に行きました。やめやめ、なるほど、隙がないだけにこう当然打つために距離を詰めますから、はい、そこは誰もがあるわけなんですよね。そこを林田が狙った方がいいんではないかと。そうですね、内村が詰めていく。試合が始まって間もなく2分30秒。まさにその入り際、ここ、ね、林田先生、はい、ここですね。残り時間はまだ7分余り。小手、林田が小手返しました。内村追いついた。一気に試合が動いた。時間まだ7分余りあります。
取られた直後、内村にも動揺があったかと思ったんですが、すぐ取り返しましたね、江川さん。はい、林田選手も小手自分で行ったというか、斬新までですね、行けなかったというところに内村選手気を抜かずにですね、小手打った後打ちましたね。林田の小手に対して内村がその後に面を打ちましたね。面を打ちました。林田選手も小手に行った感覚が少しあったのかもしれないですね。で最後まで斬新までですね、決めきれないところを間髪入れずに内村選手が決めましたので、あ、まあ、一本の要件しっかりとこう打つこともそうなんですが、打った後にまだいけるぞと示して審判が旗を上げますので、まあ、林の中で感触があったかもしれませんが、そこを内村打ち抜きました。さあこれ1本ずつ取り合ったんですが、試合時間は十分まだ6分余りあります。はい、展開どうでしょうかね。難しいですけど、林田選手はやはり先ほどの同じところもう一度ですね、ねえ、いった、こういうところを狙うしかないと思いますね。今のはちょっと浅かったんでしょうか。小手に行く内村、まあ、面が空を切って上の方、ね、上の方で、あ、そうですか。ただそれを再三使うと、この内村選手は得意の返し道とかですね、それを読み切ってありますので、はい、まあ、どこで対応しないでどこで使うかというところですね。あいご手面、おっと、小手を行った内村に対してあいご手面に林田乗っていこうとしましたが、林田からすると内村の小手への警戒、これも十分こう対応しているような感じにも見えますね。はい、ただちょっとですね、あれに合わせて相手面をすると先に差し込まれますので、はい、小手を来たからどうするというのは、返し面に行きますね。あ、返し面の方がいいですね。小手内村、あそこですね。で、バナ小手、内村が決勝進出。終わり。準々決勝に続いてこの準決勝も逆転勝ち。4年ぶりの決勝進出を決めました。これが最初の、あ、小手面に合わせるような感じだったんでしょうか。内村の最初の面、そして今のが2本目の小手。いやー、映画さん、はい、2試合続けて逆転勝ち、内村どう見ますか。この試合、この大会にかける、やはり1回戦からですね、はい、気持ちというものが本当に現れています、はい、ですからなかなかですね、逆転というのは難しいんですが、はい、まあ、攻め切って一本一本、その1秒1秒にですね、集中してやっかだと思いますね。素晴らしいです。さあ、その決勝で内村と争うのは熊本の西村か東京の畠中か、準決勝の第2試合、赤が西村五段、白が畠中練習九段です。面に行きました西村。この飛び込み面と、なんといっても西村には得意の小手があります。畠中の方には出鼻を捉える攻撃と返し技もあります。この2人も強化合宿でよく稽古もしていますし、試合もこれまで何度も公式戦で対戦があります、はい、一番近いのは今年の先月の団体戦ですね。そうですね、まあ、団体戦ですからそこまでの試合の流れなどもあって、はい、直接力を測るのは難しいかもしれませんが、はい、これは引き分けでした。一本一本の引き分けだと思いますね。そうですね、最初は畠中選手が小手抜き面を決めたんですが、西村が得意の引き技、引き面を取りました。面、西村、西村がこれこの試合では思い切った面にいってますね。いい飛び込み面ですね、うん、
志村はあの準々決勝は日本勝ち、畠中の方はかなり長い延長戦を戦いましたが、スタミナはそれほど気にしなくてもいいですか、どうでしょうかね。まあ、ここまで来たらですね、はい、まあ、怪我とか体力とかもですね関係なく、あとは集中力で一つ一つ、乗り切っていくというだけだと思いますね。畠中小手、過去2回3位に入っている畠中は、過去の全日本の反省としてやはりベスト4に上がったところである程度のこう満足感といいますか達成感もあって集中力が欠けてしまったところが少なからずあったんではないかと、振り返ればそういうことも感じると言っていました。だから今大会は最後まで集中して戦いますと、まあ、映画さんも初優勝までにですね、はい、日本でさまざまな経験をされてこられました、はい、あのベスト8になったこの一会場とか、はい、あのベスト4で完全に入賞決まったとか、そういったちょっとした節目でですね気持ちがですね変わることがあります。それは畠中選手もですね、まあ、昨年、とうとうでですね1年間2年間ですね、はい、積み重ねたのかなというふうに思いますね。試合が始まって間もなく3分30秒です。互いに距離を詰めてこうこのつばぜり合い膠着密着した状態になるというのが続いています。はい、あのそこから打突をするにもですね攻め口がなくてですねそのまま、まあ、膠着した状態になって詰まってしまうというところですね、はい、でそこに不用意に技を出せば返し技、はい、そして出頭技が来るので、そこら辺を警戒しながらの戦い方になってますね。手の内は互いによく分かっています。その上で映画さん、試合時間まもなく半分ですが、はい、勝負のポイントはどういったところになってくるでしょうか。まあ、時間とか展開とかの部分ではなくどこかに 何かひらめくというか、はい、好きというかその相手の心の作用というのが見える時があるんですね、うん、そこに自分で捨て切っていけるかというところですね。お場外際は出ていません。まあ、お互いに本当に思い切って捨て切った技というのはこの 1,2 分出てないですね。そうですね、あの開始当初西村にあの思い切った面が2つありました、はい、残り時間が手元の時計で5分です。できると、まあ、よく言いますけれども、はい、まあ、相手がいますしひょっとしたら返されるんではないかとか出鼻を捉えられるんではないか怖くなってしまう部分もあるんではないかと思いますが、はい、まあ、恐怖疑惑仕返し病という言葉もあるんですが、はい、驚き恐れ疑い迷いこのそういった死病をですね自分に打ち勝ってやるのが剣道なのでここで捨て切るためには自分に勝てなきゃダメですね。西村旗が上がった。小手が決まりました。西村一本選手6分が経過しました。残り4分。あ、今うなずきました西村。あの場外際に攻められて下がることがなかったことがかえってですねそこから出る、技につながりましたね。あ、小手西村得意の小手さあ先制されました。畠中はこれ取り返さなくてはなりません。ただ西村の方もこの辺りは
畠中が返しに来るのはもう分かってますからね、取り返しに来るのはですね、はい、受けが強いですからね、西本選手も。残り時間3分、目を畠中、届きませんでしたがタイミングが良かったですね、思い切った技ですね、そういった捨て切った思い切った技、はい、相手が避けたところを胴に行きましたが、あ、今場外に出ました、反則が畠中に与えられます。反則自体は、勝敗には影響しませんけれども、2つ反則を取られますと相手の1本になります。ですから畠中はもう反則1つ犯してはなりません、すでに1本取られています。残り時間、おっと竹刀を落としかけた、これ竹刀を落とすと反則ですから危ない場面でした。西村はあの手首が非常に強いですから、そうですね、あそこのつばずれからの巻き技から打突に入るというところは非常に得意技としてますね、はい、ですからこの距離はちょっと危険です。そしてこの技もあります。西村がですね、どうですかね、残り時間を考えてこのままというふうに意識が変わってきているのかどうか、少し守りに入ってますね。そうですか、はい、多分つばずれ合い、まあ、試合の構成を害する行為で反則、やめで西村の方に反則ですかね、反則になると思いますね。そうですか、はい、ここ確認しましょう、まあ、1本取ったのが6分ほどで、まあ、残り4分、若干西村の方にこのまま逃げ切るという部分気持ちの中に生まれているのかどうかですが、あ、やはり反則が西村に行きますね。これ時間を空飛したという形ですか、ね、そうですね、はい、試合の構成を害する、はい、西村、はい、おっといいです、ね、旗は上がらず、西村が積極的になってきました。反則が一ついったことで変わったのか、ただ畠中時間がなくなってきた、残り2分、面相手の入り花、ここ畠中の得意のところ、こて面、畠中旗上がらず、今度は西村、さあ残り時間がなくなってくる、1分30秒、西村も一つ反則が来たことで攻めに変わってきました。あ、残り時間がなくなってきて1分ほど、映画さん、はい、畠中が狙うとしたら、いや、まあ、どちらも苦しい状況なんですけども、お、小手面に乗ったか、西村選手も先ほど反則を取られてますので、はい、不用意にですね、防御に移れないということで、はい、出なきゃダメなところありますね。先ほどから再三小手返し面、そうですね、相手面、小手それを返している畠中ですが、もう一歩突きか面をですね、思い切っていってもいいのかなと思いますね。取られても、うーん、時間がなくなってきた、手元の時計は残り30秒を示している。どちらも苦しい中で少ない残り時間、残り10秒余りか、西村がさばく、うーん、時間です、試合終了、西村秀久決勝進出、畠中康介初優勝の夢今敗れました。白東京都畠中選手の試合は今回も準決勝で涙を飲みました。西村選手、決勝戦は内村と西村、この2人、優勝経験者2人による決勝と今決まりました。膠着した試合の展開の中で西村この出花後手を決めたんですけれども、はい、どうですかね、相手を引き込むような感じの動きがあったのかどうか、はい、そうですね、もう下がるに下がれないところまで西村選手も来てますので、はい、また思い切って先ほど言いました、捨て切った小手ですね、得意の小手、捨て切った小手が出たんですね、あそこで出ましたね、はい、なるほど、得意の小手が出ました。さあ映画さん、
決勝戦は10分後内村対西村、この2人の顔合わせになりましたね。戦いになると思いますね、はい、この2人は熊本の九州学院卒業生、先輩後輩、まあ、9年違いますから、はい、一緒に高校時代を過ごしたわけではもちろんないんですが、明治大学から警視庁に行った内村、西村は九州学院から筑波大学に行って、そして熊本県警に入りました。まあ、内村選手がその中学高校時代から九州学院で大活躍してましたから、はいはい、西村から見ると内村という選手はもうスーパースターで、そうですね、憧れ的な、まあ、先輩であり、大選手だという意識はあると思います。また、2年前の世界大会、はい、日本で開催されました世界大会のキャプテンが内村選手 で初出場が西村選手です、ね、あ、そうでしたね、同じチームメイトでももう本当に尊敬できる先輩との一戦ということで、はい、思い切ってできるんではないかなというふうに思いますね。あ、そうですか。いやー、これ おそらく学校の関係の皆さんは大変喜んでいらっしゃるかと思いますが、まあ決勝戦の舞台ですからね、さん、はい、西村嬉しいでしょうね。そうですね、多分2人ともですね、思い切ってやろうというその一点だけだと思いますね。内村がどうでしょうかね、少しやりにくいなという部分があるのかどうかというところも気になりますけれどもね。さあ、そのあたりも含めて10分後を楽しみにしましょう。ではこの決勝を占っていく前、第65回全日本剣道選手権、まもなく決勝です。まもなく決勝戦です。東京警視庁、37歳になりました優勝3回の内村良一と、おととしの優勝者熊本県警西村秀久五段の対戦になりました。優勝経験を持つ両者の決勝戦です。さあ、それでは両者の勝ち上がりから確認していくことにしましょう。まずは赤の内村です。準々決勝の前田との試合から振り返っていきます。最初にこのように自分が動こうとしたところで面を捉えられてですね、しかしその後得意の小手を2本取り返して勝つという試合内容になりました。白が内村です。映画さん、逆転勝ちは簡単ではないんだという話を先ほど伺ったんですが、はい、それをこの準々決勝とさらに準決勝と内村はしてきましたね。1本取られても1本取ってもですね、はい、全く心の変化はですね、はい、見えません。で常に全力で一つ一つをしっかりと自分の戦いをしているという、はい、感じを受けますね。今度は準決勝の林田戦、まあ、これも若手の挑戦を退けたわけですが、最初にこうして入り花に面を取られてどうなるかと見ましたが、しかしこの取られた直後、小手に対してこれ相手面に合わせましたね。そのような形になりましたね。まあ、林田の方も小手を決めに行ったときもあったかもしれませんが、すぐに取り返してこの出花形。
まあ、林田も積極的に行ったところだったと思いますが、はい、もう林田選手にとっても、はい、もう仕方ないところですね、あそこ。ただ再三ちょっと連続して打ちすぎたかなという嫌いはありますけども、でも思い切っていったところですから仕方ありませんね、はい、ここは実力者が若手を退けました、力を示しました内村。今日はその本人も2年ぶりの出場ということで気持ちが違う、それから警視庁でも指導者の立場に立って稽古量は半分になったけれども出るからにはやはり優勝を目指すんだと言っていましたが、映画さん気持ちが伝わってくるようなここまでの勝ち上がりではないでしょうか。はい、本当にもうこの大会に向けて、昨年の悔しさも含めましてですね、はい、一日一日を大切に、この大会に向けて、稽古に積んだんだなというふうな感じは受けますね。そうですか。放送席内村選手ですけれども、はい、準決勝に勝った後一言も喋らずに足早に会場の奥にある控え室に入りました、はい、西村選手が一本を取って歓声が上がると同時に控え室から出てきて会場の隅でウォーミングアップを始めました。非常に集中しているのが分かります。決勝のですから試合を見なかった相手の試合を見なかったということになるんですね、はい、その最初の一本が決まるところまではですね、まあ、どちらも畠中選手も西村選手も、はい、もう上がってくる2人の選手の拳法も分かってますので、まあ、見ないで自分だけに集中したということになるんでしょうね、はい、1本取ったところでウォーミングアップを開始したという内村ですが、さあその対戦相手は高校の後輩西村秀久になりました。この西村の勝ち上がりも確認しましょう。準々決勝から見ていきますけれども、広島の山本との対戦、いや得意の小手がですね今日は非常にこう江賀さん冴えているんですよね、はい、赤西村選手の小手が決まりました。そしてこちらも1本取った直後にこうして取る、なんて言いますか、どんどん攻めていく西村の剣道がこの準々決勝では見られたのではないかと思います。この小手が決まっているということはその前のですね、はい、攻めで飛び込めも非常に伸びて、いい技が出てます、はい、そのバランスが非常にいいですね。準決勝の畠中戦もこれ小手を決めるんですが、まあ、場外際この西村の小手が決まりました。そういえばこの準決勝もですね序盤西村が飛び込みを見せていましたね。そうなんですね、それがやっぱつながっているんでしょうか。つながってますね、総合的にその技に、その前後がありますので、うん、そういうところで、いい試合展開をしているなというふうには思いますね、ご覧のように、まあ、初戦は海老原相手に面で勝ちましたが、はい、あとはいずれも得意の小手が冴えている今日の西村、はい、さあ西村が面をつけます。決勝の時間が近づいてきました。西村選手ですが、はい、先輩との対戦ですねと声をかけたところ楽しみですと笑顔で話してくれました、うん、やはりこの決勝に向けてそうですね、心理面では西村の方が思い切りいける部分がやっぱり笑顔さんありますかね。まあそうですね、西村選手も憧れの大先輩ですから、はい、もう行くしかないという気持ちだと思いますね。あとはいわゆるこう先輩が固くなるような部分ですけれども、内村はですねこの一つの試合にかけるこう気持ち、はい、集中力というのはものすごく高いと聞きますよね、はい、まあ、西村選手が後輩という、それに関係なくですね、はい、一人の選手として戦う気持ちだと思いますね。勝てば内村良一4回目の優勝、歴代単独2位の4回目の優勝になるか。内村が西村勝てば2年ぶりの優勝、複数回優勝する選手というのもこの長い歴史の中でそう多くはいないわけですけれども、はい、さあいよいよその勝負の時を迎えます。まあ、代表合宿などで稽古もしていますし、公式戦では3年前に都道府県対抗という団体戦があるんですが、その時に試合をしていて
西村が勝っているというデータもあるわけですが、はい、改めて勝負のポイントはどのあたりになってくると今江川さんは感じてますか。私はもう力的にはですね、どちらが勝ってもおかしくないというふうに思ってますので、はい、どちらかが自分の剣道を貫くか、それを上回れるか、もう自分に勝てるかというところだと思いますね。どちらも小手が得意なんですが、はい、そこが一つポイントになってくるのかどうか。間違いなく小手はですね、どちらとも多用すると思いますね、はい、しかしそれに付随する面や、引き技含めましてですね、総合的にその自分の得意技の場面に持ってこれるか、そういう自分の剣道を貫けるか、そこが見どころだと思います。お待たせいたしました。これより決勝戦を行います。さあ勝負の時が来ました。東京都電子7段内村良一選手、対しまして白熊本県5段西村秀久選手の試合でございます。正面レイ、4年ぶりの内村か2年ぶりの西村か。小手いきなり決めた。西村先生攻め入っての小手、この試合でも速い攻撃を見せた西村、2本目小手にまた行った。積極的に西村行きました。しかも小手でした。はい、自分の得意技そして思い切っていくという、宣言通りですね。はい、残り時間はまあもちろん十分にあります。西村がまず先制しました。準々決勝以降内村は2試合は逆転勝ちで勝ち上がってきました。ただ決勝の舞台でいきなり小手を取られた、どうでしょうか。少なからず動揺もあるんではないかと思いますが、10分間まだありますからね。ね、おー西村思い切った技、今一瞬小手の攻撃というかそこから面に伸びていきましたが、はい、あの得意技の小手がですね、やはり効いてそれをちょっと見せての担ぎ面な、はい、のような形で面打ちましたね。内村も返しに行っていますが、やはりあの小手がある分面に伸びてくると、まあ、わずかに届きませんでしたけれども、はい、積極的に攻めてますね、ちょっと内村選手が自分のですね、あの小手、技がですね、出てないですね。そうですね、ここまで、まあ、試合が始まって2分30秒西村の流れか。
当たっていった内村。まもなく3分半、まあ、まだまだ時間はありますが、内村がこの局面流れをどう変えていくかでしょうか。やはり西村選手も非常に小手をですね警戒してうまい試合運びをしてますけども、うん、やはり内村選手はやっぱり小手をですね、西村出していきながら、はい、他の技もですね、出さないと自分の展開になりませんので、やはり、自分の持ち味をですね出すしかないかなというふうには思いますね。内村があまり小手に行けていないのはなぜなんでしょうか。いや、西村選手がですね、まあ、それはもう完全に読み切ってますので、はい、そこ来たらすぐ返すぞという雰囲気もありますね。出頭も狙ってますね、そこの表からしのぎですね。距離を内村は締めていきますが、なるほど、内村がなかなか不用意に来たら、あ、西村と下がりながら狙っていきました。この辺りもまだ思い切った技を西村が出してきます。中途半端になればすぐにこうして距離を詰めます。まもなく手元の時計ですが、時間5分半分になろうとしています。残り時間、大きく一瞬こう崩れるような感じになりました。やはり少し内村の方に警戒する気持ちが強いんでしょうか。そうですね、今は前に出ながら僕も入る、西村、内村固定、ちょっと乗られてますね。乗られている、はい、少し今のことも後手に回って上から乗られるような形になってますね。今どちらも一本なりませんでしたが、あえて言うんであれば西村の面の方が勢いがあった、そうですね、上から乗っているような形にはここからだと見えますね、さあ試合時間がもう半分を過ぎて、まもなく4分になろうとしていますが、映画さん、まだここまで流れは西村ですね。そうですね、西村が入っていて、内村がこう避けるような動きがありました。打開していきたいところです。振りかぶって面に行く、うん、小手ではなく面を選択してますね。残り4分、2年ぶりの優勝、高校の先輩大先輩の内村良一を破っての2年ぶり2回目の優勝です。見事に西村選手貫きましたね、はい、自分の剣道、東京都内村がなかなか自分の剣道を展開させてもらえませんでした。はい、その通りです。西村秀久選手の決勝戦は西村選手が勝ちました。最初の小手、それから試合途中の剣さばき、そしてもう一つ得意の小手を決めて西村。いやー、決勝戦先輩相手に後輩の西村が攻め切りましたね。本当に憧れの先輩にかかっていく、戦えるという喜びで積極的にいった結果がこういう展開になりましたね。はい、もともとその積極性、試合が始まってすぐに技を出していくのもこう西村の持ち味だったりするんですが、それにも増してこの決勝戦はそういった思いも込めて戦っていた感じに見えましたね。はい、2年ぶりの優勝内村、4年ぶりの優勝はなりませんでした。あ、今目で挨拶をした後に何かこう何か分かち合える、そのなんとなくアイコンタクトがありましたね。ありましたね、今ね。
いやー、これあの初優勝ももちろん西村2年前嬉しかったでしょうが、この優勝はまた格別ではないでしょうか。やはりいろいろな悩みもあったと思うんですね、はい、優勝した後、そして昨年もちょっと敗れまして、はい、でそれからもう一度この舞台に立ってきて、そして戦えて優勝できたということは、非常に本人もそうですし、はい、まあ、今の日本のチームの中にもですね、あ、非常に、いい結果だったなというふうには感じますね。まあ、来年の世界選手権の代表候補でもある西村、さあ準備ができましたら優勝インタビューです。放送席そして会場の皆さん、優勝されました西村選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。2大会ぶりの決勝の舞台でした。いかがでしたか。楽しかったです。まあ、1回目優勝させてもらって、まあ、2回目優勝を狙って、まあ、去年優勝したチャンピオンとしての重圧を感じながら去年は苦しい思いしたので、今日本当にこういう形で勝ててよかったんですけども、やっぱり決勝で内村先輩という休学の大先輩とやらせてもらったことがものすごい自分の中ではありがたいというか感謝の気持ちでいっぱいです。その内村選手との決勝戦は初立ちから得意の小手を打って見事に決まりました。あの小手はもう最初から決めていたんですか。いや、もう内村先輩なので、もう本当に胸を借りるつもりで、もう自分の今までやってきたものを全て出し切れば必ず結果がついてくるんじゃないかなと思って望んだ結果がこういう風になったので、そこへ非常に嬉しく思います。決勝戦の10分間とにかく攻め続けましたね。そうですね、まあ、私が、まあ、1本取ってから、前回取った時も1本取ってからやっぱり守りに行ってしまうと自分の良さっていうのがなくなってしまうので、やっぱ1本取ってももう1本取りに行くっていうか、そういう剣道をできたらいいなと思って今大会に臨みました。去年その前の年にチャンピオンになって苦しい思いをしたというふうに話しておりましたけれども、この1年間というのはどんな稽古を積み重ねていらっしゃいましたか。去年熊本で大震災があって、やっぱりいろんな形でいろんな支援をしていただいた方々がやっぱりいらっしゃいますので、やっぱりそういう人たちに熊本でもこうやって頑張ってるぞっていうのをやっぱ見せれたらいいなと思ってずっと剣道やってきたんですけど、やっぱりこの1年間っていうのはその中でこうなんていうんですかね、いろいろしてくれた人たちに対して感謝の気持ちを持って臨もうと思って今大会も臨みました。そういう意味で言いますと、決勝戦は九州学院の先輩内村選手と対戦することができたというのはどんなお気持ちですか。そうですね、さっきも言ったんですけども、やっぱり私のすごい憧れる大先輩ですし、やっぱその人とこのみんなが憧れる、私も小さい頃から憧れたこの大舞台で、やっぱりこの決勝という舞台で内村先輩とできたっていうのはものすごく嬉しいです。今回最大の勝因っていうのはどこにあるというふうにご自身の中では感じてますか。去年はベスト8で負けたんですけど、やっぱりその時はこう負けたらダメだとか負けたくない、勝ちたいっていう気持ちがすごく強かったんですけど、今回はやっぱりもう去年負けてからもう自分の剣道とは何かっていうのところからこう考えていって、その結果がこういうふうに結びついたので、やっぱり自分の剣道、相手が誰であれ自分の剣道をするっていうことが大切なんだなと、また改めて実感できた大会だったなと思います。西村選手の一番のその自分の剣道の良さっていうのはどこだっていうふうに感じてますか。そうですね、貪欲なところって言いますかね、やっぱ勝ちたいって思う部分もあるんですけど、試合当日はそうは思わないんですけど、やっぱり何かしてでもどうにかしてでもやっぱ勝ちたいっていう、その気持ちをやっぱりずっと毎日持って練習している結果がこういう形で現れたのかなと思っています。日本一になりました、今後の抱負、これから背負っていくものを聞かせてください。今回の大会は、まあ、来年世界大会を控えているということで、世界大会に向けての大会と思って、まあ、プレッシャーを感じず、世界大会で日本代表を取るための大会と思って、こうですかね、気持ちを楽にして臨めたので、それは良かったのと思いますし、まあ、これで取ったからと優勝したからといって終わりじゃないので、また次の来年の世界大会とかまだいろいろ大会がありますので、そこでしっかり自分の剣道をするということを目指してやっていきたいと思います。
ありがとうございました。優勝されました西村選手でした。日本一になるということよりも世界大会につなげるんだという気持ちで戦ったと今西村が言いました。まあ、それはそれで緊張するんではないかと思うんですが、その方が伸び伸びできたというのは、まあ、あの目標を持ってやるっていうことの大切さがこういう形に現れたのかなというふうに思いますね。4回目の出場で西村、米田監督と九州学院の米田敏郎さん、今日はあのベテランの内村選手にもこうついていましたが、九州学院の嬉しいでしょうね、米田監督もですね、教え子2人が、いやもう教員料理につきますね。今横にはあの大学の鍋山監督もいて、はい、高校大学の恩師にこうしていい報告ができました。では決勝を振り返ることにしましょう。開始直後この小手でした。はい、最初こう少し手元を浮かせるために入ってるんですね。そうですね、間合いに入って攻めて、それからの下からの小手だったですね。そしてまあインタビューにもありましたが、その後も先輩内村に攻めさせませんでした。はい、そしてこの小手、結局その得意の技を出し切ったのが西村、そういうことになりますね。内村、向こう側から西村が小手を決めて2年ぶりの優勝が決まりました。まあ、あの話の中にもありましたが、去年は連覇を狙う大会、まあ、熊本の震災もあったり、かなりこう西村も剣道で悩んだこともあったようですけれども、はい、よくここでまたもう一度日本一を取り返しましたね。まあ、この素晴らしい精神力とその苦しさからですね、はい、まあ、逃げないというか乗り越える、はい、これは稽古でしかまず乗り越えられない部分もありますので、うん、ひたすらそういう苦しい思いをですね、はい、厳しい稽古に自分から求めて突き進んでるのではないかなというふうには思いますね。武道館はこれから閉会式に、移っていきます。放送は5時15分までお伝えいたします。太田さん、あ、どうぞ。敗れた内村選手なんですけれども、はい、全力で 一戦一戦戦ってきたので決勝まで行くことができました、はい、決勝についてはですね、気持ちが先に動いてしまった、その結果、手元が浮いてしまった、そこを打たれてしまいましたというふうに話していました。ただ、決勝まで進めたこと、これはですね、やはり一日一日しっかり取り組んでいる結果であると、これからも課題を持って取り組んでいけばまだまだ上達できるというふうに話しています。37歳、見事な戦いぶりを見せました内村良一、笠井アナウンサーがお伝えしました。心がこう浮いてしまったといいますか、そういうようなコメントが今あったようなんですけれども、はい、まあ、ただ最後はそういう形になりましたけども、1回戦からもう本当に、全て全試合ですね、内村選手の戦いは素晴らしかったと思います。はい、では、まず西村からですが、今日の試合の勝ち上がり内容を映画さんと振り返っていきます。去年連覇を逃してベスト82年ぶりの優勝を目指した今年の西村秀久、初戦2回戦と勝ち上がって、これは3回戦の千葉の山本との試合、初戦が西村得意の引き面だったんですが、そこからはですから結局全てこの小手だったんですね。はい、まあ、決まり技は小手ですけども、はい、この前にですね、やっぱり飛び込み面というのが非常に伸び伸び出してますね、全試合。なるほど、それが効いていてこの小手が決まっていく、はい、それから1本取った後もですね、はい、準決勝では若干こう守備に回る部分があったんですが、はい、ほとんどの場面で次を取りに行く姿勢も見られましたよね。これその通りですね、もう本当に攻撃剣道を貫きましたね。はい、この攻撃剣道、西村は去年優勝を逃してですね、それからまあ震災のこともあって、自分がこう何のために剣道しているのかと悩んだ時期もあったようですけれども、やっぱり自分の剣道は攻めなんだと、その決意を持ってこの全日本に臨んできました。それをこうして大舞台で体現できるわけですから、本当に素晴らしいとしか言いようがないんですが、はい、まあ、これは
やはり準決勝の畑中戦のことですけれども、はい、心の部分精神力だと思いますね、それも鍛え抜かれた精神力ということにつながるの結果だと思いますね、はい、そして決勝は憧れの大先輩内村にもうほとんどの試合でそうでしたけども立ち上がりすぐにこうして技を出していくんですけれどそれをしっかり決めて、内村の心を動かしました、はい、そしてこれが6分30秒強い西村秀久が帰ってきました。これ複数回の優勝というのもこの剣道 全日本選手権の中では数少ないんですがこれ西村が10人目ということになりましたね。さ直近ではまあ、内村選手が3回の優勝を重ねましたけども高鍋選手が連覇を果たして2回優勝していますが連覇ではありませんでしたがこれで西村秀久2回目の優勝ということになりました。もう一度ここに西村秀久の名前が刻まれると縫い込まれるということになります。さあそして映画さん、はい、内村選手もですね今大会は素晴らしかった。本人はまだ悔しい思いもあるかもしれませんが素晴らしかったのではないでしょうか。多分今日一日、会場の拍手、はい、声援を一番、受けたのは、内村選手ではなかったかなというふうに思います。そうですね、もう本当に一つ一つの戦い方一瞬一瞬の技のキレ気持ちがですね会場全体に伝わってましたね、はい、では1回戦から振り返っていきましょう、2年ぶりの全日本岡山の岡田にこの小手を決めてまず初戦を突破しました。11回目の、まあ、全日本ということになったんですが、まあ、これまで優勝を3回している内村も去年出られなかったことがあって今年は格別の思いと言っていましたが勝ち上がりの内容を見てもですね、はい、その内村の凄みといいますか気迫が伝わってきましたよね。もうこの逆動も危機迫るものがありましたね、危機迫る、なるほど、そうですね、大阪の実力者大石を相手に大石も内村が入ってくるところを狙ったんですがそこをこうして胴に切りました。3回戦では愛知の若手中村戦この試合は内村強かった。内村らしさ得意の小手もそうですし今のこの返し面といい、はい、この後小手を決めるんですがそういった内村の強さがですねまだまだ強いというのがこう今大会でまた確認できたのではないかと思うんですけどもね、はい、楽しませていただきましたね、まあ、このところ剣道界ではその若い力がどんどん伸びてきてこの全日本でも結果を残しているんですがこれは準々決勝の前田戦先に点を取られました。さらに準決勝の、林田戦も若手の挑戦を受けて最初に1本取られるんですがそこを取り返して勝ち上がった今日の内村です。やはり剣道、まあ、ここ数年は若手ですがそれまではやはり30代で初優勝を果たしたり、はい、まあ、映画さんも年を重ねてこの大会のタイトルを取られましたけれども、はい、年齢を重ねても強くなれるこう若い選手と戦っていけるというのが改めてこれ内村選手が示してくれたのではないでしょうか。まあ、やはり心技体心と技のバランスがですね剣道には大切だということをですね改めて内村選手はですね、はい、まあ、体現していただいたというか、はい、表していただいたと思いますね。これがちょっと他の競技と異なる部分なのかなと思いますが速さとパワーは当然若い頃の方が内村選手も自分の中では少なからず衰えを感じているという話をするんですけれど、はいはい、我々からは全くわからないんですがそれでもそのおっしゃった心技体、はい、強くなれるんですね。こうしてですねなれますね。それをこの全日本の場で見せました今年の内村です。内村はそうですね映画さん初出場から常に上位に躍進していて、はい、それが3年前に初めてベスト8を逃したり2年前は2回戦で敗れたりそして去年は出場を逃したり復活の2位
ってもいいでしょうか。どうなんでしょうかね。復活という言葉が適しているかどうかは分かりませんけども、帰ってきた内村選手ですね。でも年齢を重ねて、それを頑張ってる姿を見せていただいた、それに感動を覚えた人たちがたくさんいるということは、事実でありますので、そうですね、本当に、嬉しく思いますね。はい、優勝3回もそうですが、この準優勝で、準優勝も内村選手は4回目と、常にこの全日本で活躍する内村選手の姿が今年再びこの武道館にありました。放送の解説は今大会の優勝経験をお持ちです北海道警教師八段の栄賀直樹さんにお願いして今年もお伝えしてまいりました。改めて栄賀さん、今年の全日本どんな大会だったと振り返りますか。はい、西村選手の優勝で終わりましたけども、若手の活躍もありましたしベテランの活躍もありましたし、今後将来ですね、来年以降 もう楽しみな本当剣道界だなというのをつくづく感じた大会でありました。はい、また世界大会に向けてですね、この中からも選ばれると思いますしそれ以外のですね選手もこの日本全国にはたくさんいます。はい、一番選考が大変なのかなと思うぐらい、いい選手がたくさんいるということを改めて実感できた大会でありました。日本代表の男子監督の石田俊也さんは攻撃力の高い選手を代表にしたいんだと言っていましたけども今日はどうでしょう。その攻撃力という面で見応えのある試合も非常に多かったのではないでしょうか。はい、一本取ってもまた二本取りに行く取られても取りに行く、内村選手もそうなんですが、他の各試合でもですね非常に技が多彩で、切れた技がですねどんどん出てました。審判の先生方もやっぱ上げやすかったのかなというふうには思いますね。そうですか。また米田監督と今ちょっと映ってましたが熊本県剣道連盟の泉会長と関係者の方と喜びを分かち合っている西村秀久の姿があります。来年の世界選手権は9月、男女個人団体と行われます。もちろんその2ヶ月後には再び全日本がやってくるわけですが来年も剣道界が楽しみですね。もう楽しみなことばかりですね。はい、今年の全日本剣道選手権解説は北海道警教師八段栄賀直樹さんにお願いしました。今回もどうも長い時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。この辺りで日本武道館からお別れします。